海作です。どうも、ゆめさくです。どうも、とうじです。どうも、せんちゃんです。どうも、こじさくでーす。いや、めっちゃいい。何今の、めっちゃいい。ほんといい日やってる。めっちゃいい。めっちゃよかった。何急にちょっとメインでやってよ、それ。おそうなんですよ、今日お米屋なんですけど、いやしかし今の良かったな。めっちゃキレが良かった。スイみたいな感じでね、せんちゃんもほっとりするなんですけど、いや実はね、うん、皆さんにちょっと見てもらいたいものが今日あって、はいはい、まずはね、ツイッターの方でね、うん、なんか僕の似顔絵を描いてくださった方がいらっしゃったんですよ、はい、で、それどんな似顔絵かっていうと、あれなんて言ったのかな、ヤスタケトンボは、なんかこう、ムキムキの、うん、劇画帳、劇画帳や、うん、劇画帳のカジサックの似顔絵を描いてくださって、うん、僕はちょっとそれ反応させていただいて、うん、ありがとうございますってやったら、すごい喜んでくださって、はい、もしよかったらって言って、次インスタの方にね、うん、メールくださった、ダイレクトメールっていうのかな、うん、くださって、カジサックさんのフィギュア作りましょうかって。フィギュア、そう、フィギュアを、劇画チックなフィギュアを、ムキムキのムキムキのフィギュアを作りましょうかみたいな、はい、もしよかったらみたいな。いや喜んでって、名前なんだっけ、吉田隆也さんっていう、そう、彫刻家の方なんです。わかってる、これん、わかってる、わかってるよね、吉田隆也さん。本当にわかってる、全部知ってるね、吉田隆也さん。知ってる、うん、ほら、彫刻家さんなんだよね、うん、ほら、全部知ってるもんね、うん、全部知ってる。そうそう、その吉田隆也さんという方がインスタで連絡くれて、ぜひ作りましょうか、いやもうぜひお願いしますって言ったら作ってくださったの、はいはいはい、で、その彫刻じゃないか、フィギュア、はい、が届いたんですが、それ以外も、はい、もしよかったら言って、はい、家族全員と、うん、まあ、チームカジサックの劇画帳の似顔絵描いてくださった。すごくないですか、嬉しい、すごい。ちょっとそれを紹介したいなもん、はいはい、で実は僕だけ見たんですよ、はい、あ、全部全部、はい、もうこれもう言っていいと思うんだけど、はい、めっちゃおもろいねめっちゃおもろいっすよ、だからぜひ小部屋でちょっと紹介したいなと。まずは吉田隆さん、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。さあ、そして今日ちょっとね、かんちゃんが習い事でいないんですけども、はい、かんちゃんなしでちょっとお送りさせていただきます、うん、じゃあまずは、うん、フィギュア、うん、すごいよ、はいはいはい、ちょっとチラッとね、みんなもここ見えてると思うんで、はい、いきますね、せんちゃん、これ見てて、すごないですかこれすげえ。いや、もうハルクやん完全に超人ハルクですよね、これハルクですねおらしゃす、おらしゃす、これかっこいい、色がいいですね、色がいいんですよ、鮮やかでね、これありがとうございます。これだからちょっと良きところにまたね、おでんに作ったの、うん、おでんの、おでん、おでんの、まあおでんの具みたいなもんだね、おでんので作ったんですよ。あ、それがなんだ、おねんどか、おねんどだ、おねんど、さ、これさ、わかったやん、うん、だってさ、これさ、ここさ、うん、粘土みたいなさ、シワシワシワがさ、できてるからさ、そうだね、うん、確かにすごい、全然よくわかったね、うん、そっくり、これそっくり、おねんどのやつの形が、うん、もうピンクになってる、そうだね、いやそっくりではないかな、ほんと、だってさ、あ、これかわいい、見て、ベルト、ベルト、あ、ちゃんとカジサックになってる、ちょっといいね、せんちゃん、マークがこれ、うわすごい、めちゃくちゃ細かい、マークがカジサックになってるんですよ、ママの外国人みたい、これね、ありがとうございます、最終形態ですね、タイプの、じゃあ置いとこう、最終形態、違う、パパの、パパの、作りたかの、おねんどに、これの、作ったやつ、そんな面白いことしたの、パパがさ、変身みたいにさ、うん、してるような気がする、そうだよね、だってここベルトみたいだから、ね、チャンネル登録者数が300万人ぐらいいったらもうね、こういう風になるっていう、いや、ほんまに俺そうなるわ、いいよね、一回落ち着かへん一回落ち着こうよ、ね、横顔がそっくり、ちゃんとわしばなになってるとことか、あ、この横顔ね、うん、面白いな、よ、横顔がめっちゃこん、あ、海ふとだっつ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 でーん、いや、すごいです、ありがとうございます、
さあ、そしてそしてですね、はい、ここからなんですよ、また、うん、全部これね、色紙があるんですけど、ここに、うん、全員分の似顔絵、すげー楽しみ。まあ、まずは僕から行きたいんですけど、はい、みんなにじゃあ見していくわ、これどう思う、はい、すごいだろ、すごいこれすごい上手、同じの、同じみたい、これね、同じ顔、うん、先生みたいな、うん、これじゃあまず視聴者の皆さんにも、はい、これはツイッターでもマーク、はいはい、うわーいやね、すごいすごいよな、かっこええよな、めちゃくちゃ首太いからこれが劇画調っていうのかな、似顔絵、ありがとうございます、すごいすごい。さあそして、次が、はいはい、まあ、僕なりにちょっと出す順番を決めさせていただきますね、はいはいはい、まずはチームカジサックのやつ、あら、おう、こちらに次、安武さんなんですよ。安武さんって、あんまり似顔絵って書かれないじゃないですか。そうです、特徴あんまりないですね。ね、うん、この劇画調の安武さん、はい、めっちゃ似てんの。見たい見たい。行くよ、はい。まずまずみんな行くよ。ほら。そっくりえぇ、ー、嘘似てる、似てんねん。行きますよ。はい。せんちゃん似てる、うん、ねえ、似てるよね。行きますよ。はい、安武さんの劇画調の似顔絵です。はいはい、こちら似てるよな、似てる似てるマッチョになった僕じゃないですか、これマッチョになった安武さんなんすよ、すげえ似てるわ、これよかった、嬉しいな、嬉しい、ちゃんとキャップかぶってね、ちゃんとキャップかぶっております、わかるわかるわかるでしょ、嬉しい、ありがとうございます。次が、はい、土橋くんなんす、あ、土橋くん、土橋さんなんかすごそう、土橋くんね、はい、めっちゃかっこいいね、似てるというか、はいはい、まあ、似てんねんけど、うん、かっこいい、いくよ、気になる、かっこいい、すごい、なんか違う、似てる似てる似てるよね、似てる、ちなみにポーズで言うと、はいはい、ワッシュさんの、マネをしている時の顔ですね、おー、なるほどなるほど、そう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 、うんうんうん、いきますね、はい、はい、こちら渋いめちゃくちゃかっこいいじゃん、めちゃめちゃかっこよくない、めっちゃかっこいいよ、めちゃめちゃかっこいいですよ、見て、うん、ほらすごい、面白い、なんかさ、めっちゃ渋い、なんかさ、どうしたどうした、なんかワンピースの海軍にいそうだね、あ、確かに確かに確かに、マグマグの実のね、誰でしたっけ、赤犬、赤犬さんや、赤犬さんぽいな、ちょっとな、絶対強いやん、いやさあそして、はいはいはい、続きまして、はい、あ、ごめん、さっき一個だけ説明していい、はいはい、今日ね、中野くんもありがとう来てくれて、はい、中野くんが最近ちょっとこう、メインでも富士山登ってくれたんだけど、中野くん家に帰っちゃったんだよね中野くんお家に帰るんですけど、うん、中野くんが最近こう富士山登ってくれたりだったりとか、うん、でサブチャンネルの方だったりとかこう活躍してるんですけど、その似顔絵を描いてくださった吉田さん、おそらく中野くんのことまだあんま知らんかった、あーなるほど、今回中野くんごめん、残念ながら中野くんのだけないのよ、あーなるほど、だからもしよかったらこれ吉田さん見てくれたら中野くんまたよろしくお願いしますってなってくると消去法でございまして、はいはい、残ってるのはトンボさんなんですけども、そうですよね、はい、めちゃくちゃおもろいっす、ちょっと待ってくださいよ、かっこいいで来てたじゃないですか、そうやね、安武もかっこよくて似てる、はい、で、土橋くんもかっこよくて似てる、はいはい、トンボさん、おもろい、いくね、はい、せーのこれはちょっと似てない、何よ、え、似てない、うん、似てない、似てない、怖い、ちょっと怖い、怖いの、怖い、何、じゃあ視聴者さんに行きますね、はい、トンボさんです、はい、おいおい、化け物じゃねえか、怖い、めちゃくちゃ怖いよ、怖い、夢に出るよこれ、めっちゃ悪いやつ、グリコ森永事件だグリコ森永事件の人じゃないか、これは笑ったな、俺めちゃくちゃ怖いよ、怖いよな、これさ、うん、エネルに似てる、エネル、こんなんだよな、こんなんやったっけ、エネル、こんなんだったっけ、すごいよ、絶対悪いやつだよな、笑ったな、まあでもありがたい、ありがとうございます、はい、嬉しいです、さあ、そして、はい、ついに、はい、カジサクファミリー、いや、楽しみ、楽しみで、ここにまずは、うん、当時なんですよ、あ、当時、これはね、
似てんねんなんか、かっこええで、めっちゃ、多分嬉しいと思う、うん、いくよほら、大人になった当時だね。あ、確かに、あ、うんうんうん、せんちゃんはせんちゃん後で出てくる、うんうん、なるほど10年後ぐらいの当時、いくよ、うん、当時ですほら、おお、めっちゃかっこいいやん、めっちゃかっこいいやろ、かっこいい当時、これと比べてみろちょっといい、どっちがいい、どっちがいい、当時これがこうなったら嫌でしょ漫画の主人公と敵みたいですね、本当にすげえやん、これの10年後これだぜかっこいい、めっちゃかっこいい、どうだ当時これ、いやー、うん、そうかな、ヒーローみたいやん、はいね、うん、主人公みたい、かっこいい、それだったら、うん、当時は、うん、安武さんの方が好きかな、あー、安武さんね、うん、いや、でもかっこいいよ、めっちゃかっこいいよ、めっちゃかっこいいんですけど、特徴捉えてますね、なんか、うん、そうね、じゃあ次が、かんちゃん、かんちゃんですけど、はいはい、かんちゃんは、なんとなくわかる、あー、それやっぱり、似てる似てないじゃなくて、はいはいはい、あ、こうなんねや、みたいな感じです、こちら、ほら、ね、かんちゃん、似てる、なるほどなーって感じやな、なるほどなって感じ、うん、ちょっとじゃあ皆さんにお見せしますね、はいはい、カンナがこちらです、ほら、あーあー、すごいな、でもすごいでしょ、すごいすごいね、おー、これはね、なんとなく似てるというか、劇画調にしたらカンちゃんこうなるんだな、やっぱみんな強そうになるな、いやでも一番強いのはこの人なんだ絶対強いよ、こいつめちゃめちゃ強い、強いんだよ面白い、これ感動、すごいすごいすごい、はい、さあ続きまして、当時がつぼっちゃってる、トンボさんの劇画大好きでつぼってるかな、続きましてはね、コジ、あー、コジ楽しみなんですけど、コジはあのタオル巻いてる、あ、コジサックンの時のコジサックンのやつなんですけど、うんうん、あの、なんとなくこれも可愛い似てる、はいはいはい、可愛い似てる、かっこいい、あー、すごいすごいすごい、いくよ、これ、あー、すごい、え、似てるかな似てないよ、インスタでコジサック書いてくれてたんですよ、また変えてるよね、変えてくれてはるね、新しいのをまた変えてる、そうなんだ、コジくんが、コジくんがホットヒーヒーしてるの、あー、そうかも、ホットヒーヒーしてる時も顔かも、ね、じゃあ行きますね、はいはい、皆さんにお見せします、これいいでしょ、これあ、いいっすね、これめちゃめちゃいいんすよ、いい、可愛らしさもありっす、可愛いっすよね、めちゃめちゃ可愛い、可愛いタオル巻いてね、可愛らしさがちゃんと残ってるわ、そうですね、かっこいいわな、うん、かっこいい、めちゃくちゃ強そうやな、強そう、強そう、ちなみにこの子の強力なライバルがこちらです、うん、どう出てくんだ、こいつこいつ、よう出てくる、こいつのライバル、これ相当強力なライバルでしょ勝てないよ、なかなかめっちゃ強い、めっちゃ強いよ指で倒せるやつこれどう、どう、似てない、似てないか、ちょっと同じ顔してよ、同じ顔、同じ顔してみて、これ同じ顔、ホットギギの顔あ、似てるよ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 はい、じゃあこっち次はね、これがね、はい、せんちゃんと思うでしょ、せんちゃんじゃないですか、まずは嫁サック、あ、そうかそうか、なんですけど、はいはい、あのね、うん、なんかおもろいね、あー、マジっすか、似てるというか、はいはいはい、おも、なんかおもろい、はいはいはいいきますね、はい、まずみんな、これめっちゃ強そう強そうですか、強そうですなんやろな、なんかおもろいね、はいはいはい、こういう、うん、あの、ボディービルダーな感じだよね、あ、女性のね、なんか可愛いじゃん、ありがとう、あ、可愛い、可愛いんだ、可愛さもあるんだな、なんかね、面白い、はい、いきますね、はい、嫁サックです、はい、こちら確かにボディービルダーボディービルダーっぽいよね、まあ、
ますよね。いますそうなんですよ、はいはいはい、すごいすごい。でもボディービルダーの中でも相当綺麗な方だと僕は、めっちゃ綺麗綺麗だからすっごいモテるんですよ、はいはいはい、すごいモテてモテて、はい、この人を一番狙っているのが、はい、この人お前もうこの人のことがもう好きで好きで仕方がない。狙うな狙うな、あっち行ってろ。ジムの外でずっとこの顔で怖いよはい、以上嫁サクです。さあそして、最後ですね、せんちゃん。わあ、せんちゃんどうなんの。ね、もうかわいおもろい、はいはいはい、かわいおもろい、はい、じゃあみんなに見てもらう、うん、いくよ、これせんちゃん、ね、せんちゃん、せーの、かわいい。そう、せんちゃん。かわいい。かわいいんだ。似てる。似てる。似てる。タオルついてんの？タオルこれついてないんだよ。せんちゃんの髪、うん、同じぐらいだからね。同じぐらいなんだ。かわいい。あとリスしてる。あ、そうね。リスしてる時のせんちゃんかな。これおもろかわいい。いきますね。せんちゃんの劇画こちら。ドン。かわいい、おもろかわいいやろ、おもろかわいい、おもろかわいい、かわいいな、首太いな、首が太いんですけど、かわいいわ。でもただこの子のことを一番狙ってるのがこの人。お前当時がたまりすぎて、もうこの子のことを好きで好きでしょ。もうこれせんちゃん可愛いね。本当にありがとうございます。とにかく素晴らしい。あ、楽しかった。そしてちなみに、はい、おまけで、はいはい、あのサックスも書いてきた。これ似てるよな、うん、これい、うん、きますね、はい、サックスです、はい、インパルス住下さんですね、こちらです。これはやべえな、これやばいっしょ。なんかやべえな、やべえやつ現れたって感じしますね。めちゃくちゃ強いよ、はい、強い。ちなみに、はい、彼の息子が彼なんです。親子だったの。親子です、お父さん。ついに出てきたお父さん。息子がこちらですよ。こうですか、ね、やばいな、この親子は。いやでも本当にありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。あ、先生気に入った、自分の持ってんじゃん。あ、ほんとだ、よかった、よかったよかった。気に入った、気に入ったって、ありがとうございます。本当にありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと紹介させていただきました。ただ僕の中でのやはり MVP はこちら。怖いな、もう面白い。並べないで、並べないで、一緒に。怖い。いや、ちょっと最後にもう一回俺言いましょうか。うん、吉田隆也さんでしたね。吉田隆也さん。はい、じゃあいきますよ。吉田隆也さん、せーの。ありがとうございました。最後にフォントヒーフィー。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。